死にたくない、死にたくないよ。諦めー。うわぁ、嫌だ、嫌だ。この動画は以前投稿した動画を開口したものです。基本的な情報は前作と同じですが、後半に皆さんからいただいたコメントに答えたこういうコーナーを設けています。それでは動画をお楽しみください。どうした？朝っぱらからいい年こいた大人が公園で泣いて、あ、マリサ。こいつがもっと長生きしたいんだってさ。そりゃみんなそう言うわ。誰だって長生きしたいぜ。しかし、なぜ突然そんなことを。最近、気候の変化が激しくてめまいとかするんじゃよ。このままだと人死ぬかなーって。言い忘れてました。こいつ、李市長選の偉い人という設定。設定よな。そういえば、日本の歴史の中で最も優秀な人材が出てきたのっていつ？そりゃあ、戦国時代と明治維新だろうな。その中で長生きした人って。ん？どうだろう。もしも長寿に役に立つエピソードがあったら教えてほしいなーって。やっぱ梅干しかな。ほう。北条早雲は梅干しが好きって言われているけど。ちなみに当時の梅干しは白かったらしいぜ。梅干しがシソで赤く着色されるようになったのは江戸時代かららしい。あ、そうだ。長寿といえば浮田秀家を思い出した。せっかくだから浮田秀家の話をしようか。どんな人なの？約束された勝利のお坊ちゃん。のはずだったんだ。知る人ぞ知る暴虐家、浮田直家の長男として生まれる、羽柴秀吉に気に入られて、養子に迎え入れられるんだ。それからエリート街道まっしぐら、五大老の一人に任じられるほどになるんだぜ。ところが関ヶ原の戦いが起こる、浮田秀家は西軍の主力約1万7千を率いて戦うんだ。しかし、結果は負けてしまった。浮田秀家は捕まって、どうにか死罪は免れたものの八丈島へ流されてしまったんだぜ。余命50年をずっと八丈島で暮らした人物だ。しかし、島流しになってよく50年も生きたのう。罪人なんじゃろ。罪人と言っても、太閤秀吉の養子だぜ。とんでもない鬼人なんだぜ。そんな鬼人が八丈島にやってくると言うんだ。現地の人たちもびっくりよ。罪人とはいえ丁重に扱われたみたいだぜ。とはいえ、浮田秀家の生活は困窮していたのは確かだ。そのため飢えをしのぐために足束というものを食べていたらしい。足束？今日、歯を摘んでも明日には芽が出る、と言われるほど栄養価が高いらしい野草なんだぜ。うまいの。それが味に癖があって、そのままでは食べられないらしい。なんだ、まずいのか。それを言ったら漢方薬とかうまいもんじゃないだろう。天ぷらにして食べたりするらしいぜ。ほう、野草の天ぷら。そういうの近代好きよ。アシタバは日本原産で房総半島から紀伊半島と伊豆諸島の太平洋岸に生息しているんだぜ。八丈島の観光協会のホームページに書いてあったけど、秦の始皇帝がその昔に、東方の海中に不老長寿の薬草あり、と使者を送ったとされる言い伝えがあるらしい。その薬草こそがアシタバだったと言われているんだぜ。アシタバに長寿の成分があるのは本当らしい。しかし、思うんだ。果たして浮田秀家は足束のおかげで長寿を得ることができたのかと。どういうこと？実は1616年、秀家の計が解かれ、前田利常から秀家に、前田家から10万石を分け与えるから大名へ復帰したらどうかと勧められたんだ。げ。10万石も、ところが浮田秀家はこれを断っている。そりゃまたなぜ、思うに、八丈島の生活をそれなりに気に入っていたんじゃないだろうか。大名って結構修羅の道だぜ。まだ戦国時代の気風が残っているし、江戸初期はちょっとしたことで大名が取り潰されたしな。それと、やっぱり島だろう。島だと魚が豊富に取れるじゃん。そりゃあ周りは海だからねー。ほら、芸能人が田舎の家に行ってご馳走してもらう番組があるだろう。海と山。全部が全部とは言わんが海の人間の方が料理が圧倒的に豪華。新鮮なお魚が食べられるって大きいよなって思うぜ。浮田秀家が長生きできたのは足束の効果もあるだろう。だが、それ以上にストレスのない自然の多い環境で栄養価の高いものを食べ続けていたから長生きできたんじゃないのかな。
一つの食材だけで劇的に寿命が伸びるなんてことはありえない。まあ、バランスのいい食生活ってのもやってみると結構時間とお金と手間がかかるものなんですけどね。とにかく浮田秀栄は83歳の長寿を全うしたんだぜ。関ヶ原の戦いで戦ったどの武将よりも長生きしたんだぜ。その人生は剣謀術数の世界に身を置くよりははるかに幸せだったかもしれないんだぜ。というわけで、今日はここまで。と、ここまでが以前投稿した動画の内容。では、皆様からいただいたコメントをいくつか返させていただきます。いやー、さすがに戦国と維新の時代は日本でも圧倒的に人気のある時代なので皆様からのお祝いコメントをいただきました。ですが、その前に、皆様、信長の野望、ってゲームご存知ですか？このチャンネルに来ている方は 99% ご存知とは思いますが知らない方のために簡単に説明させてもらいますと戦国武将になって天下統一するゲームです。大人気でシリーズ化されているのですけど最新版でどんな能力値になっているのか調べてみました。一流、とまでは言えませんが結構高い能力値です。そりゃあ文禄の役の総大将だし関ヶ原の戦いでも西軍の主力で福島正則を相手に奮戦したからな。そうなんですか。私、日本史には疎いもので、まさに悲運の貴公子というべきか。コメント行きましょう。キレキレのコメントいただきました。明日葉と八丈島の魚や野菜を食べて体を動かして、ストレスのない暮らしをすれば秀栄が長生きできたのもうなずくな。世相も節制したらどうかと思うよ。世相さん、お聞きですか？視聴者様に健康の心配されていますよ。日本には新鮮なお野菜たくさんありますからね。あまり変色をして新民を困らせないでくださいなんだぜ。では、次のコメントを読ませていただきます。浮田秀栄個人についてのコメントです。僕は浮田秀栄は相当意固地になっていた人かなと考えています。10万石での復帰の話を断ったからですが幕府にしてもこの人は許そうという考えがはっきりわかります。それを断って一族は結局維新まで八丈島にいました。一族で意固地になっていたのでしょうか。幕府には従わぬと、これに対してのコメント。痩せても枯れても豊臣一門という誇りを捨てなかったのでしょうね。十万石の大名と言ったら石高は少なくないけど中堅レベルだからな。五大老かつ豊臣政権の将来を担う逸材として育てられてきたわけですからね。十万石程度で節操を曲げるもんかって思ってたのかもしれませんね。そして最後のコメントです。毛利氏家臣の国下俊介は100歳の長寿を全うしたらしいです。関係ありませんが、長学良も100歳の長寿を全う、20世紀を丸々一通しましたね。え？長学良って100歳も生きていたの？国下俊介という人は名前見た程度にしか知らなかったけど、それは驚きですね。知らない人のために言うと長学良は抗日運動の中心人物の一人で西安事件を起こして国境合作を促した人物だぜ。近代史も私そんなに詳しくないんですよ。というわけで、私、高校の世界史と日本史の教科書買ってもう一度読み始めているんですよ。へえ、それでどんな感じなんだぜ。難しいです。あのさ、歴史動画投稿者がそれ言ったら終わりじゃないの？っていうか、社会の教科書って近代、現代史の比率めちゃくちゃ多いじゃないですか。一言で言うとあちこちの国家が欧米諸国に対して独立運動を起こして新しい国を起こしましたみたいな。私どちらかというと古代史の方が好きなんですよ。ひょっとして古代や中世が好きな10代の人たち減ってんじゃないのという疑問が。ゲームの影響もあるからそれは大丈夫だと思うんだが、漫画やゲームにしても歴史系は一定の数を保っていると思うぜ。そっち系路で歴史好きになる人のが多いと思うんだぜ。学校のお勉強よりも、教科書の文章を読んだり、資料集を見た限りでは変に偏った教え方をしていないと思うんで大丈夫でしょうけどね。最近の世の中殺伐としているから。霊夢さん、
さっきからずっと黙ってますよね。何も喋らなくていいんですか？大丈夫。気にしないで、っていうか、私歴史のコアな話にはついていけないから、二人の話難しくってよくわかんないし。動画の開講が終わったら、うちもエンタメ重視の楽しい企画考えないといかんですなぁ。というわけで今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またねー。